ホーム、黒井駅は、兵庫県丹波市春日町黒井にある、西日本旅客鉄道福知山線の駅である。江戸幕府三大将軍、徳川家光の乳場である春日局生誕の地である、旧春日町の玄関港。二面二線の相対式ホームを持つ、地上駅で列車交換が可能。駅舎は、北の二番乗り場側にあり、反対側の一番乗り場へは、古線橋で連絡している。 一番乗り場の対面にも線路が敷かれているが、福知山駅方の橋で行き止まりとなっており、現在は使われていない。また、駅舎のすぐ東側には留置線があり、保線用車両の留置に使われている。貨物を取り扱っていた頃は、ここに貨物専用ホームがあった。このほか、1.2番乗り場の間には、抽選もあった。改札外に、男女別のトイレ及び、 多目的トイレがある。また、一番乗り場には待合室がある。かつては、駅構内に、キオスクがあったが撤退し、退去後には清涼飲料水の自動販売機が置かれている。2021年3月13日に愛子化などの、交通系 IC カードに対応した。なお、当駅は、駅業務を JR 西日本福知山メンテックが受託する。 業務委託駅で、篠山口駅の管理下にある。窓口の営業時間は8時から16時30分、2021年4月1日より営業時間変更でポスター末による発見を行う。緑の窓口ではなく、マルスでの業務ではないため指定席券の発見は行っているもののシステムの都合上発見には時間を要する。2番乗り場を、 上下本線とした一線スルーの配線となっているため、大半の特急は上下線とも2番乗り場に停車する。行き違いがない普通は上下線とも2番乗り場に停車する。普通、快速同士の行き違いの場合は、篠山口、大阪方面行きの上り列車が2番乗り場、福知山方面行きの下り列車が1番乗り場を使用する。下り線ホームには桜並木が植樹されている。 日中は1時間あたり、篠山口駅発着の普通が1本停車する。朝晩には、大阪駅発着の設定もあり、ラッシュ時を中心に特急、コウノトリも停車する。駅周辺の人口の減少や、モータリゼーションの影響もあって、利用者は伸び悩んでいる。鉄道利用促進を図るべく、2007年度には、近距離利用時の特急料金の一部を自治体が助成する。 社会実験が行われ、当駅もその対象となった。兵庫県統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅よりも北側では住宅街が続く。一方、南側では田園地帯が広がり、ところどころに工場もある。旧、春日町の中心地にもほど近い。駅前に新規グリーンバスの以下の路線が発着している。同バスでは、 IC カードのニコパピタパーイコカが使用できる。ありがとうございます。